さあ今回はカジュアルなリアルタイムストラテジーゲームアイアンマリーンズの続編アイアンマリーンズインベージョン遊んでいきましょう。さあ CM ネクストフェスに来てる体験版ですね。でまあこのゲームはねカジュアルなリアルタイムストラテジーっていうところで、まあタグはね RTS なんですけど、ローグライクアクションが入ってると CM の方にね、まあ RTS とローグライクアクションってあんまり合うようなイメージがないんですけど、まあキャラをね動かしてくっていうところがあるのかな。ちょっと遊んでいきましょう。はじめから真ん中使わせてもらえますか。さあ基本的にはエイリアンと我々ねこのアイアンマリーンズの戦いですね。なんか階層からね、なんとか耐えたんだ。しばらくの間平和だった。我々は荒々しく広大な銀河系に住んでいる。まあ戦いは続くと。毎日新しい敵が現れる。幸運にも銀河の隅々から来たヒーローたちが味方になってくれた。ハゲタカの集落。さあ、あのコミック調の感じで、ね、海外のゲームちょくちょくあるけど、あの入りいいですよね。お、懐かしい感じがするわ。まあこれこうやってね、普通に動かしていく。これはまあリアルタイムストラテジーの感じ。まあ、舞台を指揮していくと。で探索をしてハゲタカの密輸を阻止せよ。あ、これね。いけ。で、これ普通の兵士で、まあ能力もった特殊なメック的なね、ユニットもいたり、アビリティとか使ったりしてね、戦況を覆していくというとこがあるんですけど、敵の攻撃うざいですね。2部隊までいけるってことね、今は。さあ、イーサリウム埋蔵資源に近づき確保。あ、説明ね。どの派閥が確保しても必ずそこに精製所が設置される。敵だろうが関係なくてことですね。さあ、ここで追加の部隊を採用。レンジャーね、セミオートマチックライフルと装甲中を装備した兵士。ああ、もともといた部隊がなんか隠れてましたね、今ね。さあ、複数選択。まあ、ずっとやってますけど、カーソルドラッグで選べると。3部隊まとめて、どうしようかな。展開なんかいい感じにばらける。まあ、射程が合うのは難しいかな。あ、いいね。こんな感じで包囲して。こいつを狙え。まあ、失えばまた作ればいいね。二部隊で撃って、一部隊でなんか、雑魚来たら雑魚撃とうかな。たった一人で何ができるというんだ。さあ敵の無謀な突撃はね、倒しました。お、上からだ。まずいぞ。フォーメーション新しくせよ。さあ今のところは雑魚戦ですね。お互い強力なユニットがいない感じで。ナイス。行けばいいのか。なんか撃たれてるぞ、一方的に。見えてなかったんだね。お、なんか撃たれてるな。気のせいか。あー、やっぱ高台にいるわ。あ、行くしかねえ、行くしかねえ。さあ、いろいろ出てます。指令ポイント。字が小さすぎて見えないですね。指令ポイントスロットは、ですね。まあ、このユニットの数だよね。
まあ3分の3なんで変わらないで、高さが有利とかになる。まあこの辺ちょっと全くと言っていいほど見えないですね。だいぶ画面に近づかないときつそうな。で、戦略的なペース配分。分隊の移動は一度に行った方が早いように見えるが、多くの部隊が同時に影響を受ける。一部隊ずつ移動した方がいい場合もあると。まあ今とかがそうなのかな。まあ部隊、拠点は守んなくても大丈夫で。よし。さあ、この敵の精錬所破壊すれば我々の勝利。あ、後ろから。2部隊なんですが、これそれぞれ戦わせよう。救援に向かわせて一度引け。失わせるのはちょっとね、攻撃力的にもないだろうと。なんか2部隊ずつ動かしてね。まあ、ここで価値格の、よかった、守りきったね。ん？敵来た。ああ、下じゃないんで。鬱陶しいな。ばらけろばらけろ。よし。これもう、てか、こっから敵出てきてないけどね。別の援軍でしたけど。そこで敵の補給はなくなる。あ。私たち救ってくれてありがとう。ハゲタカたちが誘拐して、来やがったんだと。夕方海兵隊、次はどこ攻撃する？早いですね。別に何もしてないですからね。通常のペースですけど。なかなか文字を読ませてくれないですね。さあ、ミッション簡単すぎる場合難易度上げれると。割とカジュアルなんでね、その辺は。お、自動バックアップ。ああ、はい。終了。終了でいいんですか？さあ、ヒーローが2つ、ユニットが1つ、で、なんかいろいろ。もう今のところはローグライクは感じないですよね。さあ、ヒーロー選択。ヒーローは君の命令で行動するユニークな能力を持った特別なユニット。レベルアップするとステータスが上昇する。でもこれはまあ前も言ったんですよ、普通に。強化とかもしてたし。さあ、ウルトラね。これ、レベルアップで入手できるポイント。左クリックでパワーの性能を見れます。究極のパワーがプレイヤーの武器として追加されたよ。ミッション中に使用できる。これね。さあ、ブラボーチーム。個人的に訓練した兵士たちが飛び込んでいくと。When do we start?こっちはガスね。あー、でもブラボーチームの方がいいな。援軍系ね。で、これここまでポイント達すると、この、まあ、強化的なのがあると。超絶弾。すべての兵士はヒーロー。あー、鼓舞したりね。いいですね。司令官って感じだ。3ポイントじゃ何も変わらないかな。これ気になるね。まず1個目だよね。これ最後の挑戦。時間切れもしくは死亡したとき、ブラボーチームは範囲ダメージ与える地雷を設置する。これ行きたいな。いろいろいますね。メックとかね。ミッション13段ロック。で、次、パワーアップの装備。クレジット、お金を使って特別なパワーアップ購入して戦局売りに進める。最大3つ装備できると。10足りないですけども。足りるんですか？さあ、バウンサーね。数年前の第一次大戦中に発明された機密爆弾。選んだターゲットの周囲の小さなエリアで爆発し、そのエリア内の全ての敵に大きなダメージを与える。まあ、敵が群れてれば、もうそこの敵をもう一網打尽にできる。変えないですけど。変えますか？あ、変えるんですね。
おお、あ、じゃここではないんだね。同じね、形っぽいですけど。まあ、もともと持ってるんだね。だから買うのには追加でいるってことですかね。ことが持ってけんじゃない、じゃあ。行く先々で大混乱を起こす攻撃型レーザードロップガン。ドロップガン、ああ、同じのはいらんかな。軍医、いいですね。ドローン工場。敵を追跡して撃破するようプログラムされた戦闘用ドローン。よし。これじゃあ行ってみましょうか。あ、実績かな？チャレンジね。お金もらえる。100ももらえる。そこで行ってみよう。まあ、ノーマルでしょう。熟練の戦略家向け、挑んでみるがいいと。その感じカジュアルでやりたいですけどね。さあ、ゴンザロール製。あ、ハゲタカの艦隊があると。このミッションから君のヒーローが参加する。さあ、戦いに行こう。戦力的にはね、必ず勝てるでしょう。まず勝って戦いを始めると。さあ、ヒーロー配置。で、これ海兵隊ね、仲間です。まあ、さっき使ったやつね。エリアの安全ね。あ、で、右下に選んできたものがありますけど、まあ、ウルトラシーじゃないですけどね、タイミングは待ちたいなと。あ、上から上から、おし。さっきやられたことをね、やり返す。Watch your step. ユニットの交換。ダブルクリックするだけで役割変えられると。うん。あ、そういえば特技兵得たね。遠距離エネルギーライフル。あ、はいはいはい。スナイパーライフルですね。Come with me. 場所で支援していたまえ。よし、強い。もう一つ舞台が欲しいな。こうなっちゃうと。前衛と遠距離になっちゃってるから今。当たらんのか。いい感じの射程で戦いたいですね。新しいパワー。で、最後に来るのが、なんかスーパー技だよね。味方を出せるってやつだね。さあ、一方的に。あいつ倒さないと。よし。あ、左なんかあるな。明らかにあっちから敵来るじゃん。さあ、まずここで舞台を整えよう。あ、防衛タワー、やっぱ左だ。レーザーブラスター2体への同時攻撃可能。バリケード、あ、お願いね。あ、地雷だ。信号機、あ、地雷ではないんだ。ハゲタカが部隊を展開する駆逐を示すための起動する装置。うーん、あ、よし、来たぞ。いや、あ、ちょっとこれ範囲外なんだね。修理は勝手にされるんですかね。さあ、まあ、レンジャー入れましょう。さすがにこれ潰したいな。潰せないね。右はでも絶対来るよね、これね。まあ左行くか。まあでもないのかな、信じたい、そうやって。で、これホットキーある。これ移動ですね。上から撃たれている。汚いぞお前ら。
絶対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 しろ。ここでここで敵を迎撃するとしよう。全軍力を張れ。下から上には射程があっても撃てないんだな多分。よし、じゃあまたおとり作戦かな。引け引けダメかってなるともうちょっと前出して、よし撃てる撃てる撃てる。来た敵を迎撃する。いけいけいけ。よし、やばい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 。一気にちょっと今ここに一旦行ってからみんな展開しようかなと思ったけど、さあニューパワー、これが召喚。今使いたかったよ、タイミングで言うと。突っ込ましたら面白かったよね。下は大丈夫で、シンガリを残しながらね。さあシフトちょっとまだ使わないです。タイミングとしては激戦中に使いたいなと。まあゆっくり、おお来た。行ってみるか。じゃあ行け。さあ驚きの挟み撃ち。なんだこれ。ポータル、なんか来たよ。ラードの銀河系のポータル、調べるためにエージェントを送っている。こいつか。ラードが攻撃準備をしています。しかしどこをするかわからないですかね。お、勝ちました。まあポータルが奥にあったと。惑星エンペリアンウーム祭の最終日、なんか祭りね、国を挙げての大きな祭り。おー、さあ艦隊が攻めてきた。生き残りが仲間になるのかな。だから触覚系のねエイリアンで、こういろんなね、まあ人間以外のやつも仲間になってくんで。